はい、どうもグッサンです。それでは FF を続きやっていきましょう。前回はバブイルの塔から、脱出したところで終わりましたね。シドも自爆したみたいな感じになりましたけど、はい、まあ次はバロン城に行けということなんで、バロン城行きましょう。その前にちょっと陛下に会いに行こう。これどこやったの？セシルさん、親方に頼まれていたんです。このフックを作ってエンタープレイスに。覚わせんな。バブイルの塔にあるエブラーナの洞窟に大陸の浅瀬ホバーセンを下ろし乗り換えていくのです。なるほど、元気すぎてお困りでしょう。殺したって死ぬような人じゃないですかね。それじゃ僕たちは仕事が山積みなんで頑張ってください。私もまだやることが。あれ、ダメっすか。あの召喚の村行かなあのかということは、じゃあホバーセン引き上げましょう。アホくさ。ホバーセンは確かこうが。ローンと引き上げて。
バブリズムと、あ、これか。見にくいな。ルビガンって今日という日をどこかであったかな。俺がエブラのイッチさん、あー、イッチか。はい、こうして使うの。こっちいきなり引っ越される。ちっちきしょう。確かに自信を持てるほどの強さ。しかしこの私にはまだ及ばない。腕を磨いてこい。いつでも相手になるぞ。外からか。操作が霊騎士。出て死んでしまう。壁抜けの術。
じゃん。日系が敵やからな。ありゃバーサオーバー痛い痛い痛い。とりあえずは一旦ね、ある程度まで回復させたら OK だな。ちょっと上の方まで行かんと。あれ？こっちかな。
し始めてきてる。やばい。はい。ということで、一旦ちょっとここで今回の動画終わります。ごめんなさい。ちょっとね、朝方撮ってるんですごい眠たくて、ちょっとまた、時間のあるときこの続きします。はい。今回の動画ね、申し訳ない。ちょっと短いですけど、この辺りで終わりたいと思います。また次回の動画も見に来てください。はい。それでは失礼します。